はいどう皆さんこんにちはミザです本日はペルソナ5コラボのイベントでこちらのトレジャー交換何を交換するべきなのか っていいいいいううのににつてて話していきたいなというふうに思いますよろししくお願い,いたしま,すまあこちらの方イベント的に言うのであれば結構アイテム自体の入手っていうのは難しくなくてあのマルチバトルの方ですべてのアイテムが入手できるんですよねこちらのカードとか予告状とか全部のアイテムまあ数の差こそあれど、まあ、一応初心者の方でもマルチバトルを行くことによればエクストラクエストのマルチバトルの方を参加さえすればあの誰でもクリアできるよっていうことから、まあこのこ 本気の問題にはなってくるんですけどアイテム自体は、えー、全部一応取れるというような感じにはなってますね。で、それでなんだけど、まあ、その中で、じゃあまず真っ先に何を取った方がいいのかなっていうのについて語っていくんだけど、個人的に優先度が高いのは正直、 武器召喚石ではないですね。うん。で、今回は、栄冠の指輪、破形の指輪、ダマスカス外傷っていう、この三つが、多分、優先度的にはまだ一番高いんじゃないかなっていうふうに思いました。初心者の方でもね。で、理由としてはですね、こちらのバンマの銃っていう、まずこちら武器なんですけれども、ザ・ファントム、まあ、闇属性の EX 工人武器なんですよ。 で、まあ EX 個人武器っていうのは一応貴重ではあるんですけれども、今回に関して闇の EX 個人武器っていうのでいうふうに言うのであればですね、こちらのサイドストーリーの方のデュエリスト・オブ・エタニティっていうのがあるんですよ。こちらのデュエリスト・オブ・エタニティっていうイベントの方でルナのお友達っていう武器があるんですよね。で、このルナのお友達っていう武器が最終上限解放できるんですよね。 うん、EX 工人武器。同じく EX 工人武器で、同じく最終上限解放ができるっていうところから、あの、ステータスが少し劣ってるんですよ。ルナのお友達は。武器種が杖だから。うん、あの、ステータス面で少し劣ってるんだけど、同じように EX 工人武器で、スキルレベルが15まで上がるよっていう武器がもうすでに1本、サイドストーリーでいつでも入手できるっていうところから、バンマの銃に関しては、正直優先度的にめちゃくちゃ高い。 わけでではないんですよねもちろんあると便利なのは確かなので持っておいた方がいいっていうのはあるんだけどバンマンの順に関しては、うんまあ、そんなにこう捨ててもちょっと。 一段階あの入手頻度を下げてもいいのかなっていうのが個人的な意見です。で、まあ、バンマの銃のメリットとしてはメイン武器としての採用ができること、まあ、銃なんでね、あのメカニック編成とかで使うことがあるかもしれませんっていうところから、まあ、バンマの銃を使うかもしれないっていう理由と、あとは、あのー、 単純にステータスの高さですね。まあ、あの、銃っていう武器は攻撃力がすごい高い武器っていうふうに言われてて、あの、武器種ごとにステータス違いあるんだけど、一番攻撃力高いのが確か銃なんですよね。だから多分、ルナのお友達より、あの、バンマの銃の方が攻撃力が最終的には高くなると思いますから、そういう意味で、あの、つなぎ武器なんですよ。バンマの銃っていうのも。EX 工人の中でもさらに上の武器っていうのがあって、ゼノディアボロスっていう、ま、撃滅戦武器があるんだけど、その武器、まで のつなぎっていうの,の中ではバンマの銃は、まあ、2番目に現状強い武器なのかなと、うんまあ、1番目に強いのはえ師匠降臨の方であの入手できるんですけれども。 コクキリンの剣ですね。コクキリン剣っていうのが EX 工人の同じくスキルレベル15武器なんで。で、さらに、ま、かなり強い効果がついてるっていうところから、あの、2番目に強い EX 工人の武器になってると思います。なんで、えー、初心者の人はつなぎ武器としては、まあ、なかなか強いけど、でも、大百っていうのがいるから、まあ、特に問題はないのかなと。初心者の人だったら取っておくといいかもね、ぐらいの武器になってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そして、えー、次モルガナカ モルガナカーに関しても僕ちょっと前にシュバマグ動画上げたじゃないですかシュバマグ動画上げたんだけどあのモルガナカーっていうのと似たようなスキル効果を持っている召喚石っていうのがあってそれがディアボロスなんですよね、うん、ディアボロスの方は、えー、こちらはねキャラクター攻撃力がアップして闇属性キャラの HP がアップしますよっていうような効果になってるんですよ、うん、でどう違うのかっていうとモルガナカーの方が初心者向けです うん、でどういうことかっていうとですねあのキャラクター攻撃力アップっていうのは通常工事にかかるんですよモルガナカーの属性攻撃力アップは属性攻撃にかかる、まあのー、詳細は省きますけど要するにガチャで引いた闇属性の工人大武器だみたいなのはあのー、あんまり漏れないんですよねディアボロスはでもモルガナカーはそういうガチャで引いた工人大武器だっていうのを持ってても攻撃力が上げやすいんですよ だそういう風に考えるとですね、えー、最初はモルガナカーで、まあちょっと慣れてきたらディアボロスとかの方がステータス面、最終上限解放ができるっていうところから、もうディアボロスの方がお、あの、優れてる時が多くなってくるんで、あ、ま、と単純に、あの、セレストマグナの方が強くなってきたりすることもあってですね、まああの、すっごい初心者向け、モルガナカーは、どちらかというと、すごい初心者向けで、ちょっと強くなってきたらディアボロスの方にシフトして、ディアボロスから、あの、セレストマグナの方にシフトしていく形になると思うんですけど、 うんまあ、なんで初心者の方にとってはわりかし優先度は高いっちゃ高いあの召喚効果の防御タウンとかもあるからね高いんだけど、まあ、あの割とこう早々に抜けてくるあのサブ召喚石としての役割しかなくなってくるっていう風に考えると、まあ、あの動画上げといてなんだけどモルガナカーもあのバンマの銃と同じぐらい、まあ、代用が効くぐらいの装備になってんじゃねえかなっていう風に思ってることから今回の武器召喚石は、まあ、あの 少し優先度を下げて、まあ、こっち側の、あの、サブアイテム系っていうのをメインにとった方がいいかもしれないですね。まあ、ダマスカス外相に関しては、まあ、特に、あの、結構毎回言ってるんだけど、こちらダマスカス港っていう武器になっあの、 SSR 武器を上限解放できるアイテムだったりとか、あの、10点集の最終上限解放とかに10個必要になったりとかね、結構使用用途が多いんで欲しいところであることと、あと、波行の指輪、栄冠の指輪ですね。こちらの方は、ね、キャラクターを個別で強化できる、特別な強化を施すことができるっていうところからですね。 あの結構今需要が高いんですよねだからそういう意味でも今のここら辺の指輪とかダマスカス解消とかを取っておいた方が優先度的には高いかなっていうふうに思いますただ逆に言うとここを取ったらこっちを取っても全然問題ない、うん、あの自分の手持ちによってはねと思ってますで、えー、他の取った方がいいよっていうのだと、まあ、レジェンド10連ガチャチケットですねこれ1個までしか取れないみたいなんですけれども、えー、結構 あのコスパいいですレジェンドガチャチャケットより断然コスパいいだって10連単純にここ10倍したとしてももう500個とかになっちゃってアイテム的なコスパはあまり良くないですよね。レジェンド10連ガチャチケットはもう逆に30018030って結構必要要求数少なめなのに取れるっていうところからレジェンド10連ガチャチケットはうまい。 イベンあのアイテムだと思ってますエリックシールとかを使ったりソウルシードとかを使ってでもレジェンド10連ガチャチケットは取っておく価値があるんじゃないかなっていうふうに思いました、まあ、他の部分で言うのであればカダラ貫き丸ここはあのこれ結構 どこにでもある武器なんですよね。なんかこのペルソナコラボの専用武器とかじゃなくて、なんかこう武器とかがない時に適当に突っ込んでおきましたよみたいな感じの武器になってるから、スキル的にもすごい弱いんですよ。だからいらない。基本的にはいらないんだけど、あの、この交換要求数1個目すごい少ないんですよね。1個目すごい少ないから、SR の餌としての、えー、1個交換はありなんじゃないかなと。僕は1個交換しました。1個交換して、あの、SR の餌にしました。 っていうような理由利用方法もあるんで、SR エサとしての、餌としての交換はありなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、闇のプシュケこれはね、交換レートすごい下がりましたね。これ闇のプシュケあのもしランク120未満ぐらいの方だったらあの、とりあえず最初は交換してもいいと思う。これプシュケはすごい交換お得になりました。50、30、15っていうのは、あの要求数としても結構少なめだし、うん。 特に最初の方闇のプッシュ系は交換が減ると思うんでこれは交換しても全然いいと思います交換すると多分次の要求上がんないわ次の要求もそうですねこれ闇のプッシュ系は足りない方はぜひ交換しておきましょうもし持ってなくてよくわかんないっていう人も闇のプッシュ系は交換しておいた方がいいかもしれないですねこれはお得です闇のプッシュ系お得になってますねすごいすごいで、えー、次 玉鋼玉鋼の方もちょっと落ちたかな。まあ、ここら辺もね、足りなければあの、ゆとりがあればっていうような感じかな。プッシュ系はすごい交換した方がいいと思うんだけど、玉鋼はそんなにこう、めちゃくちゃ使うっていうところは、まあ,あるっちゃあるんだけど、ないっちゃないんで。うん まあ、いざとなればカジノで交換できるっていうこともありますから、玉鋼は、まあ、そんなに意識しなくてもいいかな。まあ、でも、ゆとりあれば交換しておくといいかもしれない。要求数減ってますよね、これ多分。うんまあ、辛くない程度に。で、えー、こちら、エリクシールハーフ、ソウルシードですね。こちらの方は、エリクシールハーフは完全に交換毒です。はい。で、えー、1個で、一個で AP が50回復するじゃないですか。1個で AP が50回復するんで、その AP50 を使えば回答のメダリオン10個を稼ぐことは簡単なんですよ。 だからこれ完全に交換毒エリクシルハーフは取っておきましょう。ソウルシードはね、結構トントンみたいな感じに言われてるかな。まあ交換してもしなくてもっていうような感じですね。まああとはそんなにどうだろう。まあ交換しない方がいいものとしてはデビルエレメント系はよく挙げられてますね。え、プチデビルエレメントとかはもうこれえ2個で SR エサ、?4 個か。4個で SR エサ相当分ですもんね。 効率は悪い。デビルエレメント系は。効率悪いので、交換は非推症。覇者の証は交換要求数下がってますね。だから、覇者の証も交換できるだけ、あの、足りない人は取った方がいいかもしれない。覇者の証。あの、最初はすごい足りなくなると思うんで、覇者の証、栄光の証は、うん、まあ自分に負担にならない限りで、できる限り取った方が美味しいんじゃないかなっていうふうに思います。昔のイベントと比べるとですね、その、交換の レーートが下が下っっったたたかから多多分にになななケースはすごいいいいいんじゃてう思ましたということで、えー、まとめていきますと、とりあえず押さえておきたい。とりあえず押さえておきたいなっていうのは、ここの3個ですね。ここの3個押さえたら、まああの、自分に足りないのかどうかっていうのを考えて、モルガナかバンマの10っていうのを狙っていくといいと思います。まあ、バンマの銃はなかなかいいつな、えー、ぎ武器になってると思うんでも、もしランク100未満ぐらいの人であれば、バンマの銃4 突ははしししばらくく活躍しててれるはずでですなんで、えー、取っておきましょうモルガナカーに関しては結構交換要求素材数がえぐい感じになってるんで交換するたびにどんどん要求数増えていくんであの捨てる人は捨てちゃった方がいいかもしれませんねモルガナカーに関しては。うん ちょっと要求数が多いかなっていうのが僕は交換してて思いました。レジェンド10連ガチャチケットはかなりおすすめ。まあ、バンマの10モルガナか、レジェンド10連ガチャチケット、プッシュ系、えー、覇者の証、栄光の証みたいな感じで交換は、まあ、トントンくらいかな。であとは、まあ、エリクシールハーフとソウルシールは先ほど言ったように交換レートは結構いい感じなので優先目。で、えまあ、そこの更に下に行くと玉鋼とか JP とか。 を交換するのもありなんじゃないかなっていうふうに思ったところ。エンジェル召喚石プチデビルエレメント、デビルエレメントはいらないかな。で、SRA カダラとツラ抜き丸は、えー、1本ずつぐらいだったらいいかもしれない。2本目以降はちょっとレート的に美味しくないかもっていうような感じですね。まあ、これをやるんだったら、45個と15個を集めるぐらいだったら、マグナを自発した方がいいんじゃないみたいな感じになると思います。というような感じでございました。レートの見直しとかがあったことによって、<laughs> あのかなりアイテム自体も交換しやすくなってると思うから、これはね、うん、初心者の人だったらすごい嬉しい感じになってると思います。プッシュ系とか持っておくと後がすごい楽になると思うんで、えー、交換してミサさんのミサさんの言った通り交換しておいたら後がすげえ楽でしたわーみたいな感じになるかも。 知れませんというよううなお話でございいましたということで、長くなっちゃったけど、初心者向けアイテム何を交換すればいいのかでした。皆さんの参考になれば幸いです。レジェンドガチャチケットはね、こちらもかなりゆとりあればっていう感じかな。要求素材が50、30、15と結構重いんで、えー、まああんまり僕はお勧めしないかもしれない。ゆとりあればって感じかな。そんな感じです。参考になれば幸いです。それじゃあまたお会いしましょう。バイ。